ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-02F ドコモスマートフォンエクスペリア Z1FSO-02F はソニーモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムとのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つエクスペリア s x s o エクスペリア ASO-042E に続く小型機種でエクスペリア Z1SO-01F の派生機種である。ソニーが自信作として SO-01F をドコモに持ち込んだ際、担当者からもっと小型の機種を要望されたために急遽開発された。本機のグローバル向けモデルはエクスペリア Z1 コンパクトとして CES2014 の プレスカンファレンスで発表され、2014年2月以降、発売された。外観は、SO、s o h f を小型化したデザインだが、カラーバリエーションは、パープルの代わりに、ライムやピンクといった明るい色になっている。また、カメラ CPU は小型ながら、SO、s o h f と同等のスペックである。ただし、小型化の犠牲として、フルセグ放送受信、赤外線通信、 ノッ TB には対応しておらず、画面の解像度も SO-0HF の FHD から HD へとスペックダウンしている。バッテリー容量も 2300mAh に減らされているが、様々な省エネ技術により SO-0HF を上回る動作時間を実現した。本機種はドコモ向けのエクスペリアシリーズでは、初となる端末単体での簡易ルスロック機能対応モデルである。 さらにスマートフォン対応ではない厚手の手袋を付けたままでも操作が可能な手袋モードも搭載している。アップデートに関してはグローバルモデルが Android 5.1まで提供されているがドコモ版の本機種のみ Android 4.4を持って終了した。キャッチコピーは手のひらにフィットするサイズ感にエクスペリアならではの上質を the best of Sony for the best of you. ありがとうございます。